皆まここんにちはドクター西田こと西田田と渡でございます、えー、前回は国勢調査のお話「100年の歩み」えー、1920年大正9年でしたが初めてこの国に国勢調査というものが誕生してそれから100年がたったそのまあ100年の歴史を振り返りながら、まあ、国勢調査の歴史に、えー、含まれたまあ面白いエピソードをご紹介させていただきました。 あ,ありがたいことにですね、YouTube のコメントでも、えー、大分県の女性歯科医師の先生から、もう先生、ムズムズしましたみたいな言葉もいただきましたし、なんとですね、私の外来の患者さんが、実は今度、ドクターにしてあの、YouTube チャンネルチェックしていただいてるみたいで、あるあ方が女性でしたけれども、先生、平家の落ち度があったんですね、みたいな反応してくださって、もうつい、これ、先週かな。 あの外来で二人で盛り上がったことをとっても嬉しく覚えておりますけれどもありがたいことでございます。まあひょっとして僕だけがこの国勢調査の歴史に含まれたまあポスターであったりこ,このようなまあポスターに反応したりとかいうことで僕、ドクター西田やっぱり病気なのかなと思ってましたけどまあでも何人かの方々から いや、面白かったです。勉強になりましたとか言っていただいて、あの、とても、あの、元気いただきました。<laughs> ということで、今日のテーマはこちらでございます。まあ、もう、ちょっと、あの、少し話を膨らませて、えー、お二人から受けたので、きゅっうとっても気をよくしたドクターにしては、根が単純なので、え、第二弾として、100年前のお役人さんに学ぶ本物の国語力ということで、ちょっと用意してみました。 本物の国語力ですよね国語力国語の力まあドクター西田私はですね、まあ、社会人にととって最も大切な能力力はこの国語力だと思うんですね医者でもそうなんですけども、まあ、無人島で一人暮らししてたらこれ国語力必要ないかもしれません誰とも意思疎通しないわけですからねでも私たちは皆社会の中で生きているわけですよね多数の人たちと生きているわけです。 ですから、そういう方々とお互いの気持ち、考えを共有するためには、この国語の力っていうものが最も大切なんじゃないかなと思ってますし、今でも自分なりにこの国語の力を高めるべくあの修行しているわけでございます。なかなかでもこういう国語力こそが大事だよっていうことを言う人ってあんまりいないような気がしますね。で、まあよくある国語の力っていうのは何でしょうか 一郎くん、国語力とは何かなはーい、先生。それは、難しい文章が読めること、そして難しい文章が書けることです。うーん、よくできたね、一郎、<laughs> みたいな形で、学校の先生は国語の先生、現代国語の先生をおっしゃるんじゃないでしょうか。でも、皆さん、本当にそうなんですかね。まあ、私も、まあ、受験で現代国語とか、 ああ問題集を解いたりとかですね。あの、頭を悩めた覚えがあります。悩んねん、この文章。え、わっか。ええー、この、これは何を指しているのかとかですよ。この作者は何を考えてるのか知らんい女もんみたいな形で。本当に悩んだ覚えがありますですよね。でも皆さん考えても見てくださいよ。大学受験の時の大学っていうのは、日本の最高学府ですよ。最も、えー、その、 高いあの学歴の極めたところが大学。まあその先には大学院もありますけれども、まあ最高学府である大学を受験しようかという人たちの大半が、ああ、この文章わけわかめとかいうような、そういう文章っていうのをこう読める能力っていうのは本当にこの社会で生きていく上で必要なんでしょうか もしも私たちがそのような10人が読んで8人、9人が頭の中にクエスチョンマークが出るような文章を書いたとしてご覧なさいっていう話ですよ。そんなもの上司や周りからこ,こっぴどく怒られますよね。こんなもん読めるかのお客さんに伝わらんぞ、これは。みたいな形でこっぴどく叱られると思います。誰でもわかる文章を書けるようにすることっていうのが一般社会では一番大事な国語の力じゃないでしょうか。 でも、あたかも私たちは受験勉強の弊害で、この難しい文章が読めたり、難しい文章が読めたり、難しい文章が書けたらなんか偉い人、みたいな勘違いをさせられてるんじゃないでしょうか。私はもう大いなる勘違いだと思います。本当に。 これはですね、熊さんも怒ってますよ。これ買ってきましたもう、ブブブーってございます。これ買ってきたんですけど、いいでしょうか。反対丸なんですよ。反対バーツで。これからちょっと活用させていただきたいと思ってますけれども、これ違うよねと熊さんは怒ってると思います。私は違うと思うんです。先ほどお話したように、一般社会、社会人になったら、ど、誰が読んでも間違いがない。誰が読んでもわかる文章というものを書く。 そしてそういう、これを言葉にしてお話していく。外来でも、私の外来でもそうです。どなたが聞かれても分かるような説明をする能力が医者であっても求められる専門用語をダダダダダラ使うようなことをやってはいけないということを、今は医学部で医療面接というもので教えるんですけれども、私は医学部在籍時代、そういう医療面接の責任者やってたんで、まあそういうことを学生、医学生さんに向けて君たち専門用語は 決して使ってはいけないよみたいな授業をやってたんですけどね。あの、難しい文章が読めること、難しい文章が書けることが国語力では私はないと思います。それを改めて思い起こさせてくれたのが先日ご紹介したこの国勢調査1920年、100年前のこの大正9年発行のこのポスターなんですよね。まあ皆さんにもご紹介しました。このポスターのどこがすごいのか。 まあもう一度かいつまんでご説明すると、まあまずは、この国勢調査は、対象9年の10月1日金曜日の夜中の12時、夜中0時、24時に実施される。だからここに、まあこれは言葉ではないですけれども、手でカレンダー、9月30日のカレンダーをめくって、このカレンダーのがめくって30日から1日になるとき、すなわちお昼の12時ではなく、 夜中の12時の状態を国勢調査として記録しようというポスターでしたよね。そして、この言葉にはすべてルビが振られている。まあ、100年前ですから、まあ、なかなか今のように漢字が読める方も少なかったでしょうから、ひらがなしか読めない方もたくさんいらっしゃったでしょう。だからそういう方に向けて正直にありのままを書いてください。字が全く書けない人は調査員が書いてあげます。<laughs> ここまで優しく赤字のルビですよね。しかも。 赤字のルビーですよ。前回お話しませんでしたけども、黒よりも赤の方が目立つということです。この赤のラインもそうです。デザインというのはとても大事。色っていうのは大事なものに色をつけてきますよね。だから100年前のお役人さんは漢字よりもこの振り仮名の方が多くの国民にとっては大事だと考えた。だからこそ赤のルビーを振ってるんです。深いでしょ皆さん。ドクターにしては病気だからそういうのが読み解けてしまうんですけども、そして ここですよね。申告書用紙。申告書用紙というのは、これは、えー、漢字が読めないような人にとってやっぱり難しい言葉なので、これを書く紙と置き換えたと言いましたが、前回お話ししませんでしたが、よくここは申告書用紙と書かれていることに着目してください。5文字です。申告書用紙。用紙。申告書の用紙。書く紙は、 9月20日までより配ります。そして10月1日午前0時の現在。現在もその時とルビが振られてるわけです。現在という言葉ですら漢字が読めない人には難しいだろうから。現在はひらがなで書けばその時を書いてください。書いておいてください。すごいでしょそして10月1日午前8時より申告書を集めます。書いた紙。 で、見てください。先ほどは申告書用紙。こっちは申告書書。違うんです。用紙が抜けてるんです。前回はお話しませんでしたけど、私は本当にもうびっくりしました。びっくり、ポンポンポン。皆さん、この意味がお分かりでしょうか ?100 年前のお役人さんがなぜ申告書用紙と申告書を書き分けたのか。深い意味があるんです。まあ、ひらがなでは書く紙と書いた紙ですけれども、 漢字の用紙が消えることでし、これはあくまでも紙であって、申告書の用紙であって、紙だけれども、でも日本全国の皆様がこの国勢調査の意味を理解して、参加して書き込んでくださったものはもうすでに紙、用紙ではなく、それは立派な国勢調査の申告書、書いた紙になるんですよということを伝えようとしてると私は読み取ったんです。これこそ、 こういうことを現代国語でやったらいいと思うんですけどね。日本全国の高校生は現代国語の授業で、このポスターから一体何を読み解くか、これこそ本当の教育だと私は思うんで、難しい文章を読むことが国語の授業じゃないと思います。私は本当にも。こういうもう本当に模範とすべき今の令和の時代、平成の時代、 えー、日本人が忘れ去ってしまった分かりやすい文章、誰だか読んでも分かる、そして漢字が読めない人でも伝わるようなあ文章を書けることこそが本当の国語力じゃないんでしょうかということを私はですね、このポスターから改めて感じさせていただきました。 で、この国勢調査前回ご紹介しませんでしたけども、実はこの1920年になるまで日本にはこの国勢調査なかったんですが、海外にはありました。海外ではこれをポピュレーションセンサスという言葉で表現されてました。海外では。ヨーロッパではポピュレーションセンサスということで、えー、あったんですがこ、日本にはそういう概念もなければ、こもちろん英語の言葉なので、 当時の日本人は何を考えたか。実はこの国勢調査という言葉を考え出されたのはどうも、大隈重信さんらしいです。この難しそうな気難しそうなおじいちゃんですが、まあ立派な政治家、大隈重信さんが、このポピュレーションセンサス。まあ今時の令和の日本だったらもう平気で新聞やテレビがポピュレーションセンサスという言葉使うでしょうね。カタカナ言葉で。<laughs> ちょっとオシャンティーに。 本当に今のお役人さんたちをも進んで率先してカタカナ言葉や英語を使いますよね。今の令和のお役人だったら、ポピュレーションセンサスという言葉を使うでしょうが、大隈重信さんはそんなことは許しませんでした。当時の明治時代の人たちは本当に偉かった。このポピュレーションセンサスという言葉を日本国民に伝えるために考えに考えて、国政、 すなわち、これは国の勢いではございません。私も知りませんでした。今回勉強するまで国の勢いだと思ってます。違いますからね、皆さん。これち、えー、違いますからね。ブブブ,ブー。<あ>国の勢いは違います。国の情勢だそうです。国の情勢。情勢。ね。勢いではないんです。情勢。例えば現在だし、今最近ですと、ウクライナ情勢という言葉がしょっちゅうメディアに登場しますよね。ウクライナの現在の状況。 そして、その過去から未来にいた、どういうふうに時極は動いていくのか、それが情勢という言葉ですが、この情勢に国をつけて、国政という言葉を大隈重信さんは考えられたんですよね。見事なネーミングですよね。日本人、特に明治時代の日本の私たちのご先祖様は、こうやって海外の言葉、概念、海外の概念を 日本語に置き換えて、こういう見事な和製看護を生み出された。で、現在、中国か、ほと、もうかなりの部分は和製看護、日本で生まれたこの漢字が中国に逆輸入されて、中国の人たちも知らない間で、実は日本で生まれた言葉を現在の中国の方々も使われてるとあ伺いますけれども、大隈重信さんは、現在の国政を一目に明瞭鳴らしむるは ものは、統計にしくはなし。まあ、このように、かっこいい。もう、奥橋ゲノさんも抱かれたいぐらい私は、こういう文章、ほんと惚れ、惚れ,れする。ね。惚れ惚れします、えー。現在の国政を一目に明瞭を鳴らしむものは、現在の国の情勢を一目で明らかにするためには、この統計に及ぶものはない。ということですね。見事な、 文語体でおっしゃっておりますけれども、よろしいですか、皆様。国、国の勢いじゃなくて、国政は国の情勢でございます。もうこれね、多分知らない学校の先生方、ほとんどだと思うので、ね、知っとくと、ちょっと、えー、言われるかもしれません。で、私は、今回のこの国政調査のポスターを通じて、改めて国,力国語力とは何 かなということを考えました。そして、この100年前の大正時代のお役人さんたちのこのポスターを見て、それはことの葉による気遣いじゃないかなと、ドクダ・ニシダは気付かされました。ことの葉言葉ではなくてことの葉ことの葉によって、いろんなさまざまな まあ学歴であったり状況であったり年齢であったりさまざまな環境にいらっしゃる人がいらっしゃいますこの日本にはねまあ当時もそう現在もそうですがそういう人たちに漢字が読めない人にはひ,ひらがなで振り仮名を振るとかそういう気遣いそういうことの葉による気遣いができるそれこそが本物の国語力ではないかなということをこの大正9年のお役人さんたちが作られたポスターから私は 学んで考えました。これ、ドクター西田の言葉です。<laughs> バイドクター西田、国語力とは、この葉による気遣い。<laughs> バイドクター西田で、いかがでしょうか言われながら、いや、えこれ、え言葉じゃないかなと思ったんですが、このこの葉と来るとですね、やはり日本人であれば、こう、真っ先に思い出さないといけない、えーこ、文章がございます。文章といってもね、もう今から1100年前、古今和歌集、彼,彼女。 まあ、ご存知の方も多いかと思います。歴史の日本史でね、必ず覚えないといけないですね。古今和歌集を編纂した4人でしたかお、述べよ、みたいなね。まあ、筆頭は木の貫之。まあ、905年ぐらいでしたっけ古今和歌集編纂されたのは900年。今から1100年以上前の人たち。その木の貫之が、まあ、彼女。まあ、古今和歌集ってのは皆さんご存知の通り、まあ、あの、歌の、 山ほどの歌が読み人知らずも含めて直線和歌集。まあ、天皇さんがまあ編纂されるみたいな体裁をとってますけども、この国の歌を残そうということでまとめられた最初の直線和歌集でしたよね。です。実はその前にじ女っていうのがあるんですよ。この彼女。もう歌よりも僕はこっちの方がすごいと思うんです。その出だしはこれです。山と歌は人の心を種として、 よろずのことの旗をぞなれりける。<laughs> もう何回読んでも泣ける。ほんと、千百年前の人たちで、人ですよ、木の貫きさんは。今から時代を遡ることもね、十世紀、一千年以上前の木の貫きさんが語る言葉っていうのは、ほんと僕今、ここに木の貫きさんがおられて、 ええ、山、西田くん、山と歌は人の心を種として、よろずのことの鳩となれりけるでごじゃるよ、みたいな形で語りかけてくれるような気がするんですよね。山と歌、日本で、まあ、万葉集の時代から読み解かれてきた、まあ、万葉の時代よりもっと前ですよね。日本人が、 ひょっとするともう縄文時代からそういう気持ちを持っていたのかもしれませんが、それを私たち日本人は歌に込めてきた。そしてその歌っていうのは人の心を種にしてるっていうのが言うんですよ。木のつらゆきさんはね。人の心を種として、そしてそれが、この種がとの葉に、葉っぱになって花開いたものが山和歌なんだよということ。との葉っていうのはここから来たんじゃないでしょうかね。人の心を種として、 そこからこう咲き誇るように出てきた葉っぱが山和歌になっていく。これは歌に限らず文章もしかりだと思います。大正9年の役人さんたちが作られたあの国勢調査のポスターの一枚はまさに人の心を種にしないと絶対に生まれない名作中の名作ポスターなんじゃないかと思いますけれども、皆さんいかがでしたでしょうかぜひこの木の貫きの彼女、まあぜひですね、これもう全文結構長いんですけどね。 最後もかっこいいですよ。いにしえはおぎて今を恋ざらめかも。<laughs> これやんのもう本当にもう感動。めちゃめちゃ名文中の名文。この日本が誇るこのひらがなの文章では私はもう最高峰の文章はこの彼女じゃないかなと思ってますが、私はまあ、 言葉を大切にする人間なんですけども、それはもう1100年前の紀貫之先生には到底及びもつかないんですが、あこの紀貫之、まあもっと言うと、もっと前の人たちの万葉、そしてもっとその前の私たちのご先祖様が大切に人の心、心を種として、そこから芽生えたことの葉を記録してきた。まあその思いをですね、えー、引き続いて、えー これは、ドクター西田の体なるほどチャンネルはビデオではありますけれども、まあ私だけの心の種だけではなく、えー、こういう木の辛い之の心の種であるとか、大正9年のお役人さんの心の種であるとか、それからまたこれから様々な学術論文、研究の世界の研究者の心の種をとかですね、人の心の種をですね、このドクター西田の体なるほどチャンネルを通じてお届けしたいと考えており次第でございます。 それでは、ごきげんよう。